錦鯉の長谷川雅紀です。はい、占い師の大石です。お願いします。よろしくお願いします。実は占い祝いでしょう。いきなりそんな、まあ、ちょっと久しぶりの挨拶しなさいよ。いやお久しぶりです。僕の1週間ぶりですか。いやもっとじゃない、2週間ぶりくらいですか。1週間ですか。あ、そうだっけ。久しぶりで。でも先生腕が、あ、そうですすいません、今三角なんだ金というかあれ取れまして、今一応ですね、ある程度復活していますけれども、まだちょっとやっぱりこうなんだろう、筋肉萎縮しちゃってるもんで、こうあんまり手に力入らないんですよ。1ヶ月間だったんですか。ちょうど一月ぐらいこう腕つってましたね。それでもうこのなんだろう、くの字型にずっと固定してたもんだから、もう腕の筋肉がもう落ちちゃってて、もう曲げ伸ばしも結構ね、あんまり自由じゃなくてですね、リハビリ状態ですね今。そうなんか、あんまりこう政権中断付きもうまくいかなくてですね。いつやるんですか。まだ控えてください。はい、はい、でもまあおかげさまで一応こんな状態になっております。よかったですね、復活。いやありがとうございます。ありがとうございます。はい、という近況報告でした。はい、すいません。はい、占いワイドショー、はい、ということで、本日はですね、バイデン氏またはトランプ氏が大統領になったらどんな事態が待っている。もういかにも読んでますってアクセントみたいな。なんだバイデン氏って。発音どうなってんすか。バイデン氏でしょ。あ、バイデン氏か。違うの。なんだバイデン氏って。すいません、ちょっとあまり言い慣れてないので申し訳ない。はい、まあ実はこれオンエアは8日でしたっけ、日曜日だと思うんですけれども、現時点ではまだこれ5日でございまして、はい、ギリギリまだねどうなったかっていうその勝敗の結果が出てない状態なんですね。そうなんですよ、実は、まあどっち優勢とか劣勢とかそういう話ぐらいは出てるけど、まだ確実な結果に至っておりませんので、一応仮定として、はい、こっちが勝ったらどうだというのをそれぞれこう場合分けして考えてみようではないかと、はい、そちらをね先生に見ていただいております、はい、ということなんですね。はい、で、まず、バイデン氏の方からいきますけれども、はい、まあ仮にこれでバイデン氏が当選したよというふうになった場合、まあポイントはね、アメリカがどうなろうが知ったこっちゃないんで、日本に対する影響で、知ったこっちゃないわ、ちょっとあれですけど、まあ日本に対するあくまでも影響だよということですので、我々にとってね、そうしたらね、なんか世間で言われてるのと違ってですね、結構これ日本に有利じゃないかっていう答えになったんですよ。なんかトランプ氏なんだかんだ言ってもその日本に対してはいいことしてくれたんじゃないのみたいなこう意見もあったんですけど、でね、ただ今回駅の件見てみますと、はい、バイデン氏は、特に経済面において日本に有利な動きをしてくれそうだぞっていうのが、出ておりました。ほうほうほう。で対してトランプ氏の方なんですけども、はい、気になりますね。トランプ氏の方は逆、全く逆で、今まで確かにいろいろこう優遇的なこととかね、ある程度やってくれたのかもしれませんが、これで再選された場合はなんか日本に対して非常にその経済的に厳しい態度を取るのではないかという件になっておりました。本当にね、対照的なんです。真逆で、どっちもただ経済っていう星がその2人の候補についてるのは確かなんですが、でその経済面において良くしてくれる側と、なんか非常に圧迫してくる側っていう、かなり明確な形に分かれましたので、まあ単純にこの件だけから言ったら、私はバイデン氏がなってくれた方が日本にはいいのではないかというふうに予測しております、なるほど。まあ予測しておりますって言っても、これが流れる時点ではもう多分決まってるんだと思うんですけど、ね、そうですよね。8日今ご覧になられてる方は、ね、そうですね、まあということで一応それぞれの可能性を、はい、まあ、占い的に考えてみました。はい、はい、以上でございます。ありがとうございました。また明日も見てください。